はい、おはようございます。今日はね、朝早くから鯛まつりに行きました。さあ、どうでしょう。今まで何回も来たんやけどね、のぼり専用です。うちね、こんな感じやったか、いかにちゃんと見てきてないと分かりますね。何回も来てんのにね。これが二条山のふもとでございますんでね、こんなです。ご飯カメラが作動中で、こんなです。正面が二条山ですね。わかるかな、ちょっとわかりづらいか。こんな広かったっけ。ああ、いかにぽーっとしてきてるかやな。何回か来てんだけどね、ここ何やったっけ、中条姫伝説なんだよな、ここ梵鐘。梵鐘どうやろう、ここなんか金はあるけど、つけるような雰囲気ないな、これ。どこのお寺行ってもね、なかなかね、うるさいとか言われてつけないらしいから。うるさい人がいない、投げてたな、そんな状況や、言うて。こんなんです、こんなんです。今日はね、ジンバルがね、ちょっと調子悪いんでね、手持ちでビデオで撮ってますわ。ちょっとブレるかもしれんな。ジンバルの動画見るとね、もう本当にね、他のやつ見れませんな。こんなんですわ。いかになんかちゃん、こんなんやったっけ、本人来ててわからないんやわ。五重の塔はどこあんねん。あ、この横か。いやー、五重の塔はこの横ですわ。見えへんな、これじゃ。どこから入んのかな、五重の塔。入られない。入れないんか。矢の上に塔だけ見えてんだけどね。分かりませんな。おはようございます。お父さん、五重の塔はどこが入るんですか。五重の塔は、五重の塔が国宝がありましたでしょ、どこがあるんですか。左とか、そこから、そこから、うん、西東、西東で、塔とか向こうですか。向こうで左が見えてますわ、塔の。そうですか、えらい、すみません、ちょっと覗いてみますわ。塔の今、はい、工事してます。工事中でございますか。はい、あ、そうですか、はい、はい、ありがとうございます。ちょっとね、今この住職かどうかわからんけど、ちょっと聞いたんだけどね、塔の方が今ね、ちょっとね、工事中やけど、いやー、これまた何やろ、こんな寺、こんなあったんやね。いやー、ここまでこれ、これこんなんだったかな、来たことあるのに全然覚えてないわ。あ、見えた見えた、塔だ、ここから左に行ったら行ける。塔があったのはね、なんか記憶あるんですけどね、まあいかにぼーっとしてきてるかやな。ほう、なるほどね。ちょっと様式がね、ちょっと違うんやな、この奈良の大きなお寺さんをあちこち見とんねんけどね、それと比べるとね、やっぱり全然ね、その配置かな、配置が全然違うんやな。入口あって、お堂があってて、本堂があってて、その本堂もまだ見当たらへんねん。なあ、どこやろ、今度。ああ、これはね、ここは入ってきたことないね、ここは。いやー、こんなか。
失礼しました。なんかイメージがもっと狭いようなイメージだったんやけど、こんな広いとこだったんかいな。ほんで、どこにあんの？サイトが。え、あ、ここか。えらいとこあんねんな。ここ入っていくんやろか。ここに。え、東東ってなってんの？こっち東東かい。こっちが東の東東やな。これはね、この辺なんかいろんな建物があったかもしれない。ここがらんが、この辺にも白紙になってるから。いやー、これ大変やわ。ここはちらっと下から見えたんだけど、ここね、これが東東っていう家だったな。いやー、こんなとこあんのかよ。これはどこだろう。ずいぶん古くございますな。これはすごいね。これはこのね、こんな真下から見ることまずないわね。いやー、すごいね。これ五重塔じゃなくて三重塔やったんかいな。誰や五重塔言ったの。これはすごいわ。これは何百年か前に作ったんやろうか。すごいね。すごい組み方してんねんな。これを見せてくれたんやったら、これは嬉しいね。これすごいね。これこんなんですよ。これこうね、初めて来ましたね。すごいすごい。これはほんまにすごいわ。あの塔の上まで撮れるか、見えるか。いやー、ねえ、これ残ってるんやからね。これ国宝なのかな。ちょっと後で調べてみましょうかね。いやー、ほんまほんま、いい、これいい。それでまだね、人が誰もいないっていうのがね、一人もいないんですからね。今、住職の方にちょっとお聞きしたんだけどね。ということで、サイトの方が、工事中ってことかな。このね、この竹垣もね、これ見てください、これ。すごい、素晴らしいですわ。これがね、まあ新しい時もいいんやけど、このね、ちょっと年季が経ったやつもね、ほんまにいいんですわ。ね、こんなんですわ。しかしよね、これだけお客さんが朝少ない日は、まだ9時過ぎではあるけど、カメラマンの人一人もちらっと見ただけやもんな。あとはなんか作業する人がいっぱいいらっしゃったんやけどね、そこの外にね。あ、ここから見えんねや、ほら。ここから斎藤が。ここから見えちゃうと浮かずやったね。これはね、ゆっくり来ないだからね、ここは。まあ、どこもそうやけどね。まあ、朝から世話しん中で来てたらね、そらあかんわな。え、工事中、工事やってるような感じないやけど、工事やってるかなんか。いやー、ちょっと、これはサイトも見たいね、サイトも。この上は何ですかね、これ。この上は。この上もね、なんかね、墓地があるね、という上ね。墓地があるらしいです。うわ、何やこれ、鉢か。
蜂が飛んどる。これはいいね。この河原の具合が最高やね、これ。この河原がね、ねえ、苔が生えて、ちょっと今修理これするんじゃないかな。破壊症はじゃ無断で建てることができません。そんなやつおんねやろか。おったんやろな。こんなやつ。墓地だそうです。ああ、綺麗に整理されてるね、これ。破壊石も綺麗やわ。ね。ちょっとね、嬉しく帰ろう。こんなです。ここにもね、ご存知なんだけどね、綺麗なお墓がいっぱい建ってますわ。いろんな墓のね、墓石のね、形がありまして、この壁の崩れぐらいがね、もう最高やね、これね。これこんな見るともう最高や。ね、奈良の東大屋だと言ったらね、まあ綺麗にされてるから、いつ行っても見られへんね、こんなやろ。ここはね、いろいろ金払ってないからね、パンフレットがないから分からへんけど、これが本堂かな。こんな中広いとはね、ほんまに分かってないんで、こいつ何やろ、これ、この人。ずっとさっきから飛んではんねんけど。おい、おい、通るぞ、通るぞ。何かな、何の虫だ、ロウキの虫だけど。この砂利の感じもなかなかね、いいね。これやな、これ砂利の方がいいねんな。どこやったかな。みんなコンクリートのとこあったけど。ね。え。近藤とか言うの。文化財、重要文化財だこれ。これ重要文化財らしいこれ。やっぱ大根ネギ立てなんだ、これも重要ネギ、ネギ重要文化財ね。おお、なるほどね。これはいい、これはよろしいですわ。おはようございます。こっちはなんて、これ香炉か。あ、本堂か、これ本堂かな。本堂はね、この重要文化財があったからね、正面からちょうど耳かったやな、あそこから。ほら、これが本堂ですよ、これ。これが本堂です、これ。本堂でございます。スキッチをお断りします。どういうことかな。ほんなら、ああ、ずっとおるからやな。ほんならな、サイトはどっから行くんだろうな。ずっと見えたサイト、これどこやって。このぐらいやけど、見えへんな、これじゃ。ここでね、このぐらいでこう、ちょっと見えてんだけどね、これ、どこぐらいで行くんやろな。どこぐらいで行くんやろな。せっかくやから、ここのね、これほら有名だね。何やったっけ。あの人や、ほら。中将姫にしてるんだからね。中将姫でね、
まあ、いろいろ書いてあるけど、どうなんだろう。ね。わからん。ね。ちょっとわかりませんか。なんかやっぱりね、そういうのがなかったらね、みんなお客さん来るもんな。こんなんですよ。ここはね、不動院っていうのがこうやってね。そうです。いやー、私もちょっとね、申し訳ないけど、これ、本堂横から見ました、本堂。これ、すごいですよ、これ、本堂。本堂はどうなんだろう。これもまた国宝かなのかな。何か後で見てみましょうね。こんなんですか。あらあら、斎藤はどこ行った。斎藤は左やったな。こんなんですか。こんな広いとこなんか、これは本堂までまっすぐ来て帰ってんねやな。宝物館もあんのかいな。ああ、斎藤はここやな。どこから行くんや、斎藤。あっこから行くねや。ここもなんか、墓地かいな。墓地やな。この上なんやね。この上はちょっとわからんな、行っても。言ってもわからんけど、本堂特別公開。うわあ、綺麗な桜が、ものすごい綺麗な桜が咲いてますこれ。あら綺麗ですよこれ。この前はね、造幣局行ったんやけどね、まだね満開じゃないのが多くあったもんでね、ちょっと今行くやったんやけどね。おお。ここまで来てみないとわからんわな。こんなんですよ、これ、これ。この塀もいいね、これ、色が。色合いがすごいね。こんなんですよ。